こんにちは、明星大学の細川でございます。今日は、先日ありました G7 広島サミットについて、総括したいと思います。皆さんご存知の通り G7 広島サミットゼレンスキーウクライナ 大統領が、急遽来日することになって、世間のあるいはメディアの目がもうそちらに集中しました。確かに、その結果、ロシアのウクライナ侵攻あるいはウクライナ支援というところに、注目され、そして広島で行われたということで、核の問題というところが、焦点になったようでありますが、忘れてはならないのはその結果対中国の問題というのが、本来は、一番大きな問題として今回取り上げてあったわけですが、その影が薄くなったということだと思います。大事なことは、例えば今回はサミットで初めて経済安全保障というものが前面に取り上げられて独立した章立てにもなったということが一つ、それから二つ目がグローバルサウスと呼ばれます南半球の新興国あるいは途上国といったところをどう取り込んでいくかということで、拡大会合というのが開かれたという、この2点ですが、いずれも中国を念頭に置いた、大きな動きだと思います。1点目の経済安全保障について言いますと、経済的威圧、中国からの経済力に物を言わした威圧する行動ということが目に余ると、これにどう対抗していくかということがテーマでありました。これまで懸念表明ということだけでとどまっておったのを、さらに共同で G7 が一緒に対処しようじゃないかということだと思います。でその結果、今後、G7 の中で調整するプラットフォームを作るということが合意されました。私はこの問題、プラットフォームも非常にいいことなんですが、器だけ作ってですね、行動が伴わなければいけないと思います。行動しなければ器だけでとどめて、かっこづけだけするということになりかねないのでですね、そこに注目した方がいいと思います。その点で日本は、そういう経済的威圧を受けた時の対抗する手段というものを持ち合わせていません。アメリカはあります。そしてヨーロッパも今経済威圧に対する対抗法案というのを今審議中です。ないのは日本だけなんです。やられたらやられっぱなし、これではですね、標的になりかねない。早急に、日本もそういう対抗できるような構え、やられた時にどう対抗していくかという構えを持たなきゃいけない。決してこれは、抜くことが前提の刀ではなくてですね、抜くための刀というよりも抑止力として持つということなので、早急に対応すべきだと思います。それからもう一つのグローバルサウス、非常に大事になってきています。 G7 本体とともにこれはこれから先も充実していかなければいけないんですが、皆さん方は今回のメンバーを見て違和感を感じなかったでしょうか。私はそこに中東が入っていない、ここに注目すべきだと思います。やはりそのサウジアラビアとかですね、アメリカに対する不信は相当根強く持っている国々も多数あります。そういう中でやはりこういう中東をどう取り込んでいくかというのはものすごく大事だと思います。今中国は非常にそこに対して積極的にアプローチしている現実があります。そういうことで、今回そのメンバーにも入ってないし、事前の岸田総理のその訪問にも訪問先にもなっていないということは非常に私は違和感を持ちました。今後このグローバルサウスの取り込み方ということも最大ポイントだと思います。そうしたときに、単に法による支配という、掛け声だけではなくてですね、やはりこういう国々は実利を求めています。そういう意味で実際上どういう利益があるか、個別のプロジェクト、例えばですね、大事なのは脱炭素とか、あるいは、デジタルですね、こういう分野でどういう具体的な協力ができるのかということが提示できないとですね、こういう国々にとって魅力的に映りません。そういう意味で実利をどう提示していくかということがないとですね、関連論に終わってしまうということだと思います。こういう課題を、踏まえた上でですね、
G7 を今後単に官僚の文章の予定調和の会議ではなくてですね、もっと共同声明をもうコンパクトにしてですね、G7 の役割ということをもう一度見直していく大きなきっかけになっているんじゃないかなというふうに思います。私からの、コメントは以上であります。どうもありがとうございます。